ヨド型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選級。区分上は PC 型、交渉船形は35メートル型。また消防巡視艇とも通称される。建造費は1隻あたり17.5億円。本型は、先行するは、マグモ型をもとに、消防能力をさらに強化したものである。船形は核型を基本とし、また高さのある、放水塔を備えるため。 復元性能に配慮した船型としている。船体は高張力鋼を用いた、軽構造、上部構造物はアルミニウム合金製である。主機関としては高速ディーゼルエンジン2機を搭載している。放水時の操船、繊維補助性能確保のため、推進機はウォータージェット推進機とされているほか、船主喫水船下にはバウジェットも装備されている。また、手機関は、 推進機を駆動するとともに、増速機を介して、消防ポンプ2機も駆動する。なお機関室の9機は、消火活動時には、防爆雷により、髪型の船体上部構造物より取り入れる。排気は、注水によって、十分冷却した後で行われる。主電源としては、ディーゼル発電機2機を搭載し、公開時には1機、出入口及び消火活動時には2機で運転する。 また、予備電源として、シール型蓄電池を搭載している。なお、4番艇、ヌのびきのみ、は、マグモ型と同様に、線微量源に、原用ボードを備えている。消防装置としては、火器のような装備を有する。このうち、伸縮式放水筒は、最大伸長時には、海面上、約17メートルに達する。また、自衛噴霧ノズルは、操打室前面を重点として、 看板室周囲に配置されているが、消火活動時の視界確保のため、噴霧高さを工程二眼に切り替え可能である。指機関の出力増強によって、放水量は毎分16,800リットルに達したが、これは消防艇として建造された布の引き型消防艇をも上回る能力である。なお消火剤としては、泡原液を約13,400リットル。 粉末消火剤を約 2000kg 搭載する。火災状況監視及び効率的な放水のため、赤外線捜索監視装置が搭載された。なお、操舵室の操船コンソールは操舵装置、手機操縦装置、機関状態表示装置、航海装置、通信装置を組み込んだものである。操船コンソールの直後、操舵室のほぼ中央部に、 消防システムの集中監視板が設置されており、放水銃の連動制御を行うとともに、監視カメラを通じて火災状況を監視できる。また可燃性ガスや有毒ガスを検出するためのガス検知装置を装備している。大小4機の放水銃は、モニター上で放水点を指示すると、操脱室上のレーザー即居儀及び、放水路上の赤外線カメラの情報をもとに、向きや、 放水圧力が自動的に調整されるほか、ジョイスティックで統合操作することもできる。平成12年補正計画で1隻、平成13年度第2次補正計画で3隻が予算化され建造された。その後、東日本大震災を受けて、平成23年度第3次補正予算で6隻が追加建造された。巡視艇の鮮明は随時解明されることがある。 ありがとうございます。